ホーンホルストは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、シャウムブルク軍ザムトゲマインでネンドルフに属す、町村である。ホーンホルストは、北のミッテルラントウンガ及びハステの森と南のバートネンドルフとの間に位置する。この町は、平板な高地が広がり、ハスターバッハ川、オスターリエ川、ビュントグラーベン川、ローデンベルガー・アウエ川が流れる。ハノーファー・エースンのハステ、 バート・ネンドルフ・ハノーファー線としても用いられている、鉄道・ハノーファー・ミンデン線がこの町を通っている。また、連邦道 B442 号線も町内を走っている。この町は以下の地区集落からなる。大スター山の北側の農業が盛んなこの地域は、戦士時代から定住者があった。この町を構成する集落は、700年頃から、文献上にその歴史が伝えられている。 地域再編に伴い、1974年3月1日までに、旧自治体のホーンホールスト、レーレン、オーンドルフガが合併した。ホーンホールストの町議会は13議席からなる。2011年11月以降、ボルフガングレール家が町長を務めている。ホーンホールストには2つのスポーツクラブがある。ありがとうございます。